はいどうも、ソイジマックスです。マックス、イエッチ、マックス、流行らせたい水曜どうでしょうの、フィギュアシリーズ、その12もう一回やってきました。この間姫だるまが出てね、すげえ嬉しかったんですけども、それがおっぱい、はい、ここにあります。何が出るか開けてみよう。開けるかな。あ、よし、やった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 、マルシンやん、マルシン出前、やりました。うわ嬉しい、狙い通りのものが出てくれました。大きいですね、やっぱべっこになってるもん、大きいな。おー、これがマルシン出前機。これは、ちょっと待って、これはどうすんのかな、取り出せばいいのか。よいしょ、岡持ちがね入ってます。岡持ちは結構再現されてるという、開くのかな。お、取れた。あー、器が入ってます。取れない。取れないよ。取れないです。取れないよ。取れないよ。中ちょっと取れないよ。器が入ってます。すごい。まあいいや、とりあえずこれ入れといて、蓋もしといてですね。マルシンです。やったー、マルシン嬉しいな。よし、こういうことですね。はい、マルシン。ああ、じゃあマルシンつけようか。この間、姫だるまが出ましてね、姫だるまを乗っけてましたが、いよいよここにマルシンが。これがいるんですね。これをつけて、あ、倒れた。ああ、ついた。よし。ああ、つきましたよ、マルシンが。うわー、いいね。マルシン出前機がつきました。重い。でかい、重い。いや、かつてこんなモデルフィギュアとかないよ。カブはね、プラモデルになったと思いますけども。こういうのはないよな。マルシン出前機がついに株に装着されました。いや素敵素敵だ。これはでも確かに長時間運転すると辛いでしょうね。ミスター頑張りましたね、はい、マルシン出前機を装着した、株でございます。そして赤ヘル投入と、いい出来だ。ファンにとってはなかなかたまらないものがありますね。いや狙い通りのものが出てくれました。やったね、飾っとこう。こんな感じで飾った。